岡崎市立福岡中学校は、愛知県岡崎市福岡町にある公立中学校。1947年4月1日に創立し、同年4月18日に開校式が挙行された。1995年4月1日に現在地の新築校舎に移転し、同年4月7日に入学始業式と並行して新築移転校舎観校式が挙行された。 部活動は陸上部、ソフトテニス部、剣道部、水泳部、野球部、サッカー部、バレーボール部、バスケットボール部、パソコン部、オーケストラ部、芸術部がある。ただし2018年度より生徒数の激減に伴う配置教員数の減少のため、水泳部は男女とも無期限の休部となる。1994年11月27日、 隣接市の西尾市立東部中学校で2年生の男子生徒が自宅で首吊り自殺した。死後、遺書が見つかり、小学6年生の頃より同級生からいじめと暴行を受け、脅し取られた金額は少なくとも110万円に上ることが判明した。西尾の事件が全国で大きく報道される中、 福岡中学では12月5日と12日の朝礼で、傾向長が全校生徒にいじめはないと思うが、人事ではない。周りで見たら、先生に言いなさい。全力で対処すると訓示した。西三河教育事務所は12月12日、各市町教委の担当者を集め、いじめについての情報交換や行い、県教委からの指導を徹底させた。事件はその矢先に起こった。 12月12日、福岡中1年生の男子生徒は5次元の終了後、所属するパソコン部の活動に参加し、午後4時40分ごろ、友人と一緒に下校した。以降、行方がわからなくなり、家族は13日午前0時30分に、岡崎警察署に届け出た。同日午前8時50分ごろ、父親が共同経営する工場内で、A 君が、 クレーンに紐をかけて首吊りしているのが発見された。同日、複数の同級生が、A 君は入学後すぐに数人と喧嘩になり、反抗したことで、いじめが始まったと証言。毎日のように数人から10人近くの男子生徒に叩かれ、教諭がいない時に、教室の後ろでいじめられることが多かったという。2学期に入ってから、カバンや文具などに、バカしね、 と落書きされ、10月には落書きをめぐるトラブルで、同級生が投げた椅子が頭に当たり、数針流けがを負ったことも明らかとなった。学校側は同日午後8時の会見で、A 君が暴力を受けたり、いたずらをされたりしていたことを知りながら、いじめと見ていなかったことを認めた。中日新聞は、翌14日、長官の一面で事件を取り上げ、学校の認識の甘さが、またも露呈した。 6キロしか離れていない西尾市の東部中での教訓は生かせなかったと強調した。12月4日夜、警校長は記者会見でそれまでの発言を撤回。学校の調査結果として男子生徒の学級にいじめはなかったと断言した。警は葬儀が営まれた15日午前、遺族宅を訪れ、自殺の原因は、 家庭と本人にあると前夜の記者会見で発言したと報じられているが、真意ではないと釈明したが、その後も、いじめはなかったと言い続けた。同日夕方、A 君の両親と祖父は記者会見し、父親は、なぜいじめはなかったと断言できるのか。私の気持ちとしてはあったと思っている。他に理由が見当たらないと語った。市教育委員会は、K と夫を合わせ、あれは、 いじめではなかったと結論を下し、幕引きを図った。市教委は批判をかわすため、1995年3月6日、いじめなどについて、小中学生、学校、父母、地域が話し合うオピニオンサークルを新年度から市内41の小学校区に設置すると発表した。現在地に新築移転後、制服を男女ともブレザーに移行した。現在、 岡崎市内の中学校で制服がブレザーなのは福岡中と6匹多中であるが男子の制服でネクタイがあるのは福岡中のみである。冬服は通常紺色のブレザー、その下にポロシャツを着る。ズボン及びスカートはブレザーと同様で紺色である。また防寒具としてセーターの着用が許可期間中だけ認められている。夏服は通常 半袖のポロシャツを着る。ズボン及びスカートは灰色である。2020年度より女子用のズボンも制定され、女子はスカートかズボンか選択して着用できるようになった。卒業式や入学式、冬服着用期間中の始業式や就業式、個人、学級写真撮影時や福中祭りの日は、式服と呼ばれる格好になる。色服はポロシャツに、 男子はネクタイ、女子はリボンを着用する。ネクタイ及びリボンは赤色である。以前の式服は男子はカッターシャツ、女子はブラウスを着て、そこにネクタイ、またはリボンを着用していた。しかし式服を着る回数が1年のうちで数回しかないことから、2015年の新築移転20周年の記念として行う制服のリニューアルという形で、その年度の入学生からは、 カッターシャツを及びブラウスを廃止にし、ポロシャツをネクタイやリボンの着用が可能なデザイン、素材のものに移行した。以前までのポロシャツはボタンの色や襟の端が黒色であった。また移行後のものよりも純白ではなかった。ありがとうございます。